はい、どうも皆さんこんにちは、ズラミーです。おいっそばです。リッキーです。というわけでですね、まあ、今現在お外に来てるんですけど、大須商店街というもう食べ歩きとかね、お店とかたくさんあるね商店街に来てるんですけど、今日はお買い物をします。おお、こんなね、ツルツル TV 史上初ですよ。こんなお買い物を普通にするわけないだろう。というわけでね、動画にしてるということは普通にお買い物するわけはいかないということで、あ、今回の曲、自分は何で縛られてるの、お買い物。ルールを説明します。で、まずですね、こちらに謎の箱があります。この中には各自1人3つずつ禁止することを書いてこの中に入れてあります。例えば例を挙げると、英語禁止、カタカナ禁止とか、そういうのがいっぱい入ってるボックスがあるんですけど、それを聞いて自分は何か禁止されてるのかわからない状態でお買い物をします。で、もしその禁止されてることを言ってしまった場合は、それ以降一切動画に出れませんっていう感じでやってって、さすがにね、制限つけないと延々と続いちゃうんで、3000円以上のお買い物を禁止思考をせずにできた人は優勝でございます。ただし一品で済ませるとかはダメです。最低でも2つは買いましょうということで、もし1人が抜けてしまった場合、そこでもう1回これ引き直します。自分が察しちゃうかもしれないじゃないですか。もし誰かが禁止行為やってしまった場合はもう1回引き直します。で、頂上決戦でございます、という感じで早速やっていきたいと思います。すげえなんか緊張するんだけど、じゃあ俺これでいきます。僕禁止するのはこれです。もし俺がこれをやったら指摘してください。まあ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 、いきます。はい、お、危ない危ない、いきます。逆ですね。はい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 、お願いします。リッキーさん禁止な、あ、反対です。おー、なるほど、いいじゃん。各自禁止される行為はこちらでございます。これをやった時点でもう動画から出れなくなるし、お買い物もできません。怖い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 、楽しいお買い物にしたいんでね、楽しんでいきたいと思います。じゃあそんな感じでお買い物いきますか。今のうちにやりたいことやっといてください。何やるかがな。お前何の準備、何の準備これ、ね、自分で当たるかもしれない。はい、というわけで早速商店街の入り口に来たんで、お買い物していきたいと思います。用意開始。いや俺ね、もう真っ先にね、タマセンがね目に入ったの。タマセン食べます。タマセン美味しそうだね。食べます。え、おけっけ食べちゃった。え、おけっけ食べるの禁止、違う。そんな指摘ないです。賭けとして自分がやったやつをちょっとやってみるっていう。いや、それも俺はちょっとやろうとしてるよ。マジあかんねんから。ね、プロの味タマセンですからね。カタカナ禁止ではない、俺は。度胸いる、それは。ちょっと行ってみたら、カタカナプロの味。はい、嘘です。デラックスを1枚お願いします。お、はい、え、なんてね、びっくりした。お願いします、禁止かと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タマセン買ったということで、いただきます。はいはいはい、君、ま、ちょろかったね。え、まだセーフです。あぶねー。じゃあこれ食べながら進みましょう。はいよ、なんか食べたいのとかある？甘いもん食いたいな。イングリッシュ、イングリッシュ。英語カタカナ禁止ないんだ。ちょっとなんであんま喋らないの。もうちょっとね、奥にあるところにね、食べ物あるから食べに行きたい。はい、お、あ、いや、ちょちょちょ、ここ僕前から気になってたんで。メロンパンですか。じゃあアイスメロンパン。メロンパンじゃない、アイスメロンパンのバニラ。バニラがお一つ。お、ちょっと、はい、どうぞ。アイスメロンパンのバニラです。はい、アイスメロンパン、ありがとうございます。じゃあアイスメロンパン、いただきます。はい、というわけで、とりあえず一回紙見てみよう。聞き手禁止。おいしそう。はい、メロンパン聞き手でガッツリ受けた。そんな、はい、アウトでございます。無茶だろこんな。ちなみにリッキーさんです。一番最後に考えた一番レベルの低いやつ。そう、マブル。はい、というわけでありがとうございます。はい、というわけで、ポケマンいなくなったんで、くじ引き直しましょう。ということで、自分のくじちょっと確認してみていきましょう。あ、福岡の禁止、自分の引いてたんだ。時間を確認するの禁止。じゃあ、これ捨てて、引いていきましょう。じゃあ、いきますよ。せーの、こちらです。で、こちらです。はいはいはい、おー。うーわとか言っちゃダメか。じゃあ、お買い物再開したいと思います。はい、その前に飲み物飲もうかな。あの、行く前に飲み物飲ませていただきます。アウトでございます。
見てください、見てください。いや自分で入れたやつだもん。俺が入れたやつです。いやこれだけはないなと思ってやったんですよ。最後に言い残すこと、尺大丈夫？尺は大丈夫。じゃあ今までは全部入れよう。ちゃんとこれこれ大ちゃんとしてお願い、ちゃんとしてやつにして、せーの、いただきよ。おお。じゃあそれ持っといて、お買い物、はい、行きましょう。スタートは。じゃあそれはそれはいいのよ、またステップを。とりあえず服かおもちゃ。おお。一個ずつクリアしていくの。めくる時間確認。うわー、そうやって潰していくんだ。いやリッキーさん、あなた一人ですよ。ちょっとあなた映っちゃダメ。ああ、映っちゃダメだから。チャレンジャー。あ、いいじゃん。三千ちょっと。もう一つ稼いでた方が。とりあえず行ってみるか。アイドルのさ、おすすめの僕の店、曲がったらスピンズがあるの。はい、というわけでですね、まあ、現在ねスピンズ名古屋店さんの前にいるんですけど、なんとですね撮影許可をいただけたんで。素晴らしい。リッキーさん、お洋服買っちゃってください。はい、というわけでですね、今現在リッキーさんがねスピンズで買い物してるんですけど、買い物終わったということで早速待ち構えたいと思います。おお。今回のコーディネートはイギリスのおしゃれさんを意識しました。全体的にはチェック柄を基調とし、リッキーさんの高身長を活かせるようなアイテムを選びました。まず最初にリッキーさんが帽子をかぶっているところを見たことがなかったので、冬でも暖かいフライトキャップをかぶせてみました。最近流行りのタートルネックのものを選び、より身長を活かせるようコートを着せてみました。パンツはコートと同じチェック柄で、中の黒いハーフジップをあえてインしてみました。皆さんもおしゃれしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでリッキーさんがただいま買い物終わりました。ということでね、リッキーさん服禁止では。ございませんでした。ということで3000円を超えたらねクリアっていうとこなんですけど、今回スピンズでいくら使いましたか。1万5000円クリア。